皆様おはようございます。今日は JR 西日本の特急浜風1号霞行きをご利用くださいましてありがとうございます。列車は JR 神戸線、姫路からは万丹線、和田山からは山陰線を通りまして終点の霞まで参ります。はじめに車内のご案内いたします。列車は前から1号車、2号車の順で、一番後ろが4号車です。1号車は指定席、2号車はグリーン車、3号車、4号車が自由席です。お手洗いは2号車デッキと3号車前寄りデッキにございます。この列車、お手洗いデッキを含め電車禁煙です。おタバコはご遠慮ください。まもなく淀川の鉄橋に差し掛かりますので放送を一旦中断させていただきます。しばらくお待ちください。引き続きまして止まります駅と到着時刻合わせてご案内いたします。次の三宮には9時57分、神戸には10時ちょうど、明石には10時14分、姫路には10時38分、姫路から万丹線を通りまして福崎には11時2分、寺前には11時14分、行くのには11時31分、和田山には11時50分、和田山から山陰線を通りまして、陽花には12時1分、江原には12時8分、豊岡には12時18分、城崎温泉には12時28分、竹野には12時38分、終点の霞には12時54分、終点の霞には12時54分に到着いたします。お客様にご案内とお知らせをいたします。山陰本線、鎧、天津間、浜津橋梁建て替え工事に伴い8月12日まで霞から浜坂間列車の運転を取りやめさせていただいております。運休期間中ご利用の浜風1号は行き先を霞行きに変更させていただいております。霞から浜坂まではバスによる代行輸送を行います。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力お願いいたします。詳しくは駅に提出しておりますポスター、チラシをご覧ください。お客様にお願いでございます。各車両の電気に蓋式ゴミ入れがございます。不要なものがございましたら、お近くのゴミ入れにお捨ていただき、車内美化にご協力お願いいたします。携帯電話のご使用についてお願いいたします。車内での携帯電話のご使用は、ご面倒でもデッキでお願いいたします。また、受信の際には、あらかじめマナーモードなどご使用くださいますよう、皆様のご理解とご協力お願いいたします。車内販売は途中の姫路から営業させていただきますので、今しばらくお待ちください。車掌は JR 西日本姫路屋支部の私、中村が途中の姫路までご案内いたします。後ほど車内に参りますので、ご用の際にはお気軽にお申し付けください。次は三宮です。